ぶち抜き、ぶち抜きは、テレビ東京で2005年4月4日から2006年3月24日まで、放送していた公開バラエティ番組である。毎週月から、金曜日、17時25分から18時に生放送。若手芸人が MC を務めた全番組の、渋スタとは違い、メイン MC を、ガレッジセールここりこ雨上がり決死隊、極楽トンボ、ロンドンブーツ1号2号といった。 吉本工業所属の中堅人気を洗いコンビが担当していた。放送形態は引き続き渋谷ボックスでの公開制、放送。また、一部の女性レギュラーやスポンサーは前番組に引き続き参加していた。深夜に、プッチ抜きという姉妹番組が放送されていた。2005年8月30日、MC5 組がそれぞれ別の芸人の実家を訪ねる。 田舎に帰ろう勝手に親高校スペシャルがゴールデンタイムに放送された。2006年1月9日、MC5 組のそれぞれのコンビが牢をねぎらう旅をする、芸人いい旅二人旅二人っきりで旅なんて、久しぶりじゃん SP がゴールデンタイムで放送された。2006年3月24日、金曜のぶち抜き論文をもって、ぶち抜き全体は終了した。後継番組は、 18時30分枠のアニメと枠交換の上、2006年4月3日から2009年4月2日まで、月曜から金曜の18時30分からの30分枠で、うち抜きと同じ吉本芸人のレギュラーで、スキが放送された。また、17時30分から18時には、アニメ530が18時30分枠からの枠移動という形で新設された。 生放送という触れ込みだったが、出演者が挨拶を間違えてしまい、そのままオンエアして、その回が録画放送であることをばらした。スター、ヒットパレード昭和の名曲アレンジベスト版。スターや2021年5月5日閲覧。ありがとうございます。